ンポンポンポン。注意事項をよく読んでから視聴をおすすめするのだ。博士の愛しきと申します。今回は対戦までやり尽くしたメダロット2のカブトバージョンを実況しようと思いますが、やろうと思ったのはとある方が投稿した AI との掛け合い実況が面白く、それをメダロットでやってみようと思い立った次第です。まあメダロットで AI 実況なんてする人いないでしょうし、かぶらないでしょう。メダロットのメダルも一応人工知能ということになってますし、同じような人工知能 AI との実況はメダロットと一緒に実況するみたいでワクワクしますね。実況に協力してもらう AI は先駆者様に倣って AI のベリストが無料で提供しているチャット用プロンプト V2 です。一応説明しておきますと、 AI とチャット形式で会話が楽しめるというツールです。それでは早速 AI さんにご登壇いただきましょう。ごきげんよう。 AI さん、よろしくお願いします。では早速メダロット2の実況をしていきます。まずはオープニングムービーからどうぞ。オープニングムービーはたった今終わりました。続いてセーブデータ作成です。名前を入力してください。名前の入力はまだです。メダロット2を初めからプレイします。はい、初めからになります。それではスタート。まずは主人公がメダロット博士に会いにメダロット研究所を訪れます。そうですね、メダロット研究所へやってきましたね。メダロットが大好きな主人公はメダロット博士のところによく訪れるそうです。メダロット博士に自己紹介する形で主人公の名前を決めましょう。主人公はロボトルというゲームでロボトルをして遊ぶことになりました。主人公の名前はロボトルでいいですか？主人公の名前はそれで OK です。主人公の名前を決めました。博士は研究で忙しいので孫娘のところに行くよう言われました。主人公の名前はロボトルです。ちゃんとつけたから大丈夫です。それでは博士に紹介された孫娘苗に会いに行きましょう。主人公のロボトルが会いに来たのは博士の孫娘のロミです。誰だよ。ロボトルが博士の孫娘に会いに行こうとすると研究員から暴行を受けました。暴力行為には屈しない。暴行を受けたら部屋から博士の孫娘の苗が現れましたね。苗はロミと仲良しなのでロミの部屋まで案内してくれますよ。なんか一人増えてるんですけど。苗から開発中のメダロットエレメンタルシリーズを見せてもらい、ロボトルは週刊メダロットを見るために家に帰ります。エレメンタルシリーズは後に発売される3体目のメダロットです。へえ、そうなんですね。テレビで週刊メダロットを見るとメダロットの組み立て講座が行われていました。主人公はその講座を見ています。はい、メダロットは骨組みのティンペットに頭、右腕、左腕、脚部といった4つのパーツにメダルを装着します。この組み立て講座を見た後、主人公はロボトルに勝つためエレメンタルシリーズのパーツを買いに行くことにしました。開発中っつってんだろ。主人公はお母さんにお使いを頼まれてコンビニにレトルトカレーを買いに行くことになりました。ロボトルもレトルトカレーを買うのか。お母さんに5000円渡されてましたが、悪質なコンビニ店員にカブト型メダロットを押し売られてしまいました。それはビートルといい腕部パーツのみの販売です。セットでもらっています。押し売られたカブト型メダロットの名前を決めましょう。名前はビートルでいいですか？わかりました。ロボトルにメダロットを売りつけたコンビニ店員の名前はヒカルだそうです。ヒカルさん、そんな名前じゃないと思いますよ。自己紹介したんだよな。ヒカルは前作メダロットの主人公です。ああ、前作主人公の関係者か何かでしょうかね。お使いのお金でメダロットを買ってしまったロボトルはお母さんに怒られます。そりゃそうだ。メダルが足りなくてメダロットが動きませんでしたが、パパが怪盗レトルとなる変質者にカブトメダルをもらったので、これでロボトルはロボトルができますね。ママナイス。レトルトの正体はママだった。
外に出るとヒロインのアリカが登場です。ロボトルのライバルキャラですね。ヒロインですね。主人公の幼なじみでジャーナリストを目指している女の子です。そのまま初めてのロボトルに突入です。練習なのでパーツのやり取りはありません。まずは初期装備のヘッドを選びます。何か時とか時空とか超えてとんでもないパーツが初期装備になってるんですけど、頭パーツを使うってことですね。そうですね。頭パーツのヘッドを選ぶとヘッドの基本性能である頭部攻撃が発動します。次はどのパーツを使いますか？ではアームを選んでください。腕パーツのことなら右と左どっちですか？右手か左手です。だからどっちだよ。利き手です。リボルバーとサブマシンガンどちらですか？どっちも銃です。アリカに勝ちました。ロボトルは勝ち負けを決める遊びです。主人公の名前は？ロボトです。一文字減ったけどなんかそれっぽいな。学校へ行くとロボトル大会で優勝した悪ガキグループスクリューズとロボトルします。はい、まずはロボトルのルール説明からです。ではロボトルのルール説明をお願いします。はい、ロボトルとはお互いの機体を戦わせて勝敗を決めます。それはルールというよりロボトルの説明。まあいいや。まずは亀型メダロットキースタートルを使う鏡山とロボトルです。はい、ロボトルは1回だけじゃなく何回でもできます。ビートルはどのパーツを使いますか？ビートルは足パーツのみのフットです。頭、右腕、サワンのどれか選んでください。右腕は射撃、サワンは格闘、右足は移動になります。ちょっと確認しましょうか。メダロット、メタルビートルについて説明してください。メダロットの弱点は頭部パーツです。この頭部パーツを破壊することでメダロットは行動不能となり、メダルの排出を行います。スクリューズを倒しました。はい、ロボトルは勝ち負けを決める遊びです。そうですね。ロボトルはビートルの必殺技でスクリューズのメダロットを一掃します。ロボトルは5つ多くのバトルです。なので主人公側の機体は複数いることが多いです。一方、巷ではスカートめくりが流行っているそうで、アリカはその事件を追っています。なんで知ってるんだよ。そりゃジャーナリスト志望だから情報を集めてるでしょ。学校を出るとヒロインの一人カリンが登場します。ロボトルでライバルのカリンと戦うことになります。ヒロインをことごとくライバル認定とか戦闘民族かよこいつ。カリンは辛口浩二という男の子を探して隣町から来たみたいですね。彼はメダロットのパーツを作る会社を経営しているのです。違います。ロボトルが怪しいとこを探していると隣の花園学園の生徒が乗り込んできたみたいなので学校へ行きましょう。学校のロボトル場にはもう生徒はいません。乗り込んできた生徒とスクリューズがロボトルしています。スクリューズはメダロットは弱いくせに生意気だから潰すんだぜとか言ってます。言ってません。スクリューズのメダロットは乗り込んできた生徒一人に全滅させられました。スクリューズは弱すぎましたね。スクリューズを倒した彼こそが辛口浩二、今作のライバルキャラです。この人はメダロット博士の孫です。博士の孫3人になっちゃったんですけど、カブトバージョンではサーベルタイガー型メダロットスミロドナットを使用します。そうですね。コウジはメダロット博士の孫ではありませんが、メダロットを組み立てたり改造したりしているようですね。ではスミロドナットについて教えてください。腕部パーツのみのアームです。基本性能は射撃です。メダルイーターはもういいです。コウジとのロボトルです。ミサイル、リボルバー、サブマシンガン、どれを使用しますか？どれも銃です。選んでください。そうですね。コウジはミサイルを撃ち込んできます。ミサイルを撃ち込むのはお前じゃい。ミサイル使います。はい、
打ち合いはお互いの体力を削っていくゲームです。ミサイル撃ってたら倒しました。麹を倒したらカリンが駆けつけてきます。どうやら麹はカリンのスカートをめくった犯人を探していたみたいです。違います。麹は女の子のスカートをめくったりする変態さんです。え、麹がスカートめくりの犯人なんですか？確かに麹はメダロットブレイブで堅くなにパスを渡さない人間のクズですが、彼がカリンのスカートをめくるなんて、そんな。そうです、カリンのスカートをまくり、それがバレて逃げ回っていたのです。そうだったのか。まあ、麹が真犯人かは自分でプレイして確かめてください。最後に苗さんからメダルをもらえるので、どれか選んで終わりましょう。ではメダルを選んでください。猿、コウモリ、ウサギ、ネズミ、カッパ、カメレオンの6種類のメダルのうちどれか1つを選んでください。カッパーとシルバーはメダルの種類が違うだけで性能に変わりはありません。カッパメダルを選びますか？そうですね、カッパメダルを選ぶとカッパーの基本性能である脚部攻撃が発動します。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。このチャンネルでは歴代メダロットの対戦や解説動画などを投稿しています。対戦では歴代作品のガチ対戦、アニメや漫画の編成を元にした作品ごとのカジュアル対戦など様々です。解説の方もこれから作品のメダルやパーツの解説、歴代を通したメダロットのシステムの変化やキャラクターなど投稿していこうと思います。過去作品のモーション比較や歴代全作品対戦など投稿してるので、そちらも見ていただけたら幸いです。よければ動画の感想コメントやチャンネル登録、高評価をお願いします。これを機にいろんなメダロットに興味を持ってもらえればまた嬉しいです。